皆さんこんにちは、こんにちはです。今日からですね、全日本選手権の、予選、男子1日目が始まります。はい、この予選からですね、福田勝選手がシングルスに出場するということなので、そういうのに密着したいと思います。
練習お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あの福田和さんのあのイメージ印象ってどんな方ですか。福田さんは、すごい優しい方なんですけど、テニスに対してはすごい厳しくて、すごい尊敬できる方です。でいつもお世話になってて、いつも参考にしてるすごい、選手なので、これからも目標に、して、いきたいと思います。ありがとうございます。勝さんのイメージは、ワンプレー、ワンショットすごい丁寧で、そこはしっかり見習わないとなって思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、本当に僕が高校生の時に初めて福田さんの試合を見させてもらって、その時はまだそんなに関わりはなくて、大学生の本当に最後の方ぐらいから福田さんとこう関わりを持たせてもらって、本当にテニスに対する姿勢だとか、普段のこう行動だとか見させてもらって、本当にザ・お手本という形の方だなと思ってます。で、本当に取り組む姿勢は見習うところしかなくて、本当になんかこう細かくは言えないですね。本当にただいい人、はい、ただお手本っていう。でやっぱりまあこうダブルスを最近よく組ましてもらってて、一緒に過ごすことが練習でも多くなってきて、もうまあ喋ってても本当に相手、本当に誰よりも年は上なんですけど、みんなと対等に喋ってくれるというか、選手として同じ立場で見てくれて、時にはいいアドバイスも相談したりして、いいアドバイスもくれたりとか、もうただただいい人です、はい、誰から見てもあ、そうですね、はい、いいね、はい、ありがとうございました。はい、皆さん、福田選手の密着いかがでしたでしょうか。本当にですね、いい方ですよね。はい、花谷選手も言っておられましたけども、一言、本当にいい人です。今回全日本選手権という、大舞台をですね、密着させていただき、福田選手には本当に感謝です。この密着の期間もですね、いろんな要望、いろんな、質問もですね、快く受けていただきました。もうそんなですね、福田選手はもうタイの方にいてるそうです。全日本選手権が終わった後、来年の全日本選手権を見据えてですね、もうトーナメントの方に向かっているそうです。皆さんもですね、福田選手の動向を、チェックしていてください。またですね、今回お世話になった、浜中選手、金城選手、そしてダブルスパートナーの、花谷選手、全日本選手権という大舞台で、インタビューだったりとか、練習にお邪魔させていただいたりとか、本当にありがとうございました。そして、今見ていただいている、視聴者の皆様、またですね、いろんな密着を考えております。いろんな選手、そしていろんなコーチ、そして、世界のテニスクラブ、いろんなところにですね、出向いて皆様にお伝えしようと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。では、また会いましょう。バイバイ。